の日、家からこっそり持ってきた王冠をあの子にかぶせると、私は騎士の真似をしてかしづいた。怖がりでおとなしいあの子ともっと一緒にいたかったから、安心して外に出られるようにって交わした約束。プリシラのことは私が守ってあげる。村を開いた魔女の子孫、私の家とプリシラの家にはそういう共通点があった。腫れ物みたいに扱われる居心地の悪い村で、私たちと遊んでくれるのはザラとスクネーだけ。でもそれで幸せだった。スクネーが故郷に帰ってザラが軍隊に行ってから少し経った頃、私はプリシラを誘って初めて町に出た。二人がいなくなってからずっと元気がなかったプリシラに、少しでも明るくなってほしかったから。村の外に出ることをプリシラは心配してたけど、大丈夫、私が守ってあげる。はぐれないように手をつないで、私たちは楽しい時間を過ごした。初めて見るものばかりの賑やかな街、久しぶりに見るプリシラの笑顔、それが私たちの最後の楽しい思い出。その帰り道、私たちは唐突に現れた黒い服を着た男たちに取り囲まれた。魔女様、我々の魔女様、そう口々に叫ぶ男たちの目はプリシラを映していた。何者なのかもわからないまま、私は迫ってくるそいつらに向かって剣を抜いた。プリシラは私が守らなきゃ。だけど敵は多くて、私は非力だった。傷つき膝をついた私にとどめを刺そうと男の一人が迫ってくる。その時だった。プリシラの悲鳴とともに爆炎が周囲を包んだのは、火のこと、焦げた匂い、喉元に突きつけられた冷たい刃、朦朧とする意識の中、プリシラの声が聞こえた。行きます。だからリーンは、その子は助けてください。嘘、嫌だ、そんな。あの爆炎はプリシラの力だった。プリシラは私を守るために魔女になって、私の命と引き換えに奴らに囚われたんだ。プリシラ、プリシラ。村で見たのと同じ王冠をかぶらされて去っていく姿に、私は何度も名前を叫び続けた。プリシラたちの乗った馬車が見えなくなると誰かが言った。魔女様はいるべき場所にお戻りになる。お前は不要だ。はあ、こいつらは最初から約束なんか守るつもりないんだ。
あの子を守れないで、ここで死ぬ。ふざけないで、ふざけないでよ。その怒りが、約束を守れなかった悔しさが、気づけば私の力になっていた。男の一人が私の変化に気づいたけど、もう遅い。お前たちは絶対に許さない。みんな私が倒してやる。村に戻った私は家に忍び込んで、あの王冠を盗み出した。ここを開いた魔女が被っていたと伝えられる立派な王冠、私にとってはあの日の約束の証。あいつらがあの子に被せたのと同じ魔女の証。一緒に隠されてた古い羊皮紙にプリシラを連れ去った奴らのことも書いてあった。貴族たちが作った魔女を崇拝する秘密結社。村を開いた魔女は結社を裏切った人たちに助けられてここにたどり着いた。それからずっとあいつらは探してたんだ、裏切り者たちの村を、そして崇拝するべき魔女。私がもう少し魔女になるのが早ければあの子を守れたはず。今更そんなこと言ったって仕方ない。だから今から助けに行くんだ。村に帰ってくることは二度とないだろう。どうせここにいても私やプリシラは魔女の血を絶やさないための道具でしかないんだから。待ってて、プリシラ。あの日の約束は守ってみせるから。絶対に諦めないから。